ゆきこんばんは、ニクさんこんばんは、ゆきしかかたん、ありがとう、ニクスありがとう、ちゆきこんばんは、こんばんは、ありがとう、けんさんこんばんは、ありがとう、れいじーもこんばんは、ありがとう、みさん、いよいよ日だね、ね、明日ですよ、お誕生日おめでとう、お誕生日 <laughs> ありがとう、明日だよ、みんなお誕生日、当日、東京キノコクラブで。 会いいに来てくださいあテロップ東京キネマクラブにしとこ東京キネマ2月6日東京キネマクラブ東京キネマクラブ17時半から生誕ミスったー東京あれなんだっけ2月6日東京キネマクラブ17時半から よし。今日の顔は、は、最低。そうやって、可愛く、み可愛く思ってもらいたいっていう、その乙女心を、君は、無下にするのかい <laughs> <laughs> お誕生日おめでとう。フライング、みずさん、ありがとう。今日は日付超えるまで寝れんな。いや、寝れる、寝れる。寝て、寝て、みんな。明日の朝。 あそういえばユッキーお誕生日だと思ってください <laughs> リオさんユッキーすっきありがとうジャイさんやイえーイジャイさんおなじみのキネマクラブそうで今からキネマ <laughs> 行った方がいい行かなくていいよい今からキネマいいいいだろう い、くい <laughs> 星を当てるゲームいけばいい行 <laughs> けばいいキネマークラブ駅からわかりづらいから <laughs> 分かりづらいからね。 そうだよ南口から出るんだよみんな今日リップ変えたリップあのー、お家にあったリップを変えました <laughs> お家にあったリップを使いましたちょっと紫花調理師専門学校の隣だよあそうなんだ知らなかった <laughs> 雪乃も知らなかったそうなんだ花だった <laughs> 花調理師専門学校ね 北口からら出ててもいけるるくらい慣れてるおーすごいめっちゃ遠回りじゃないでも北口から出たら場所間違えて遅刻したらごめんなさいダメですよ遅刻は厳禁ですなので是非早めにお家を出て遊びに来てね待ってるよリュパが赤いなんか紫のやつにしたもう秘宝です あの6日間ずっとね努力し続けてあのチョコラ BB とか毎日飲んでサプリメントも飲んだんですが結局ニキビは治らず生誕祭っていうすごいあの大切な日にニキビができてしまいすごく悲しいんですけどそんなことは気にしないぞとそんなものは知らないぞというくらいねそんなことを気にも止めれないくらい えー、全力で最初から最後まで楽しいライブにできたらなと思ってます、まあ私一人の力ではねどうしようもないんですけどもあのメンバー7人の力も借りて久しぶりにゆずが復活して1ヶ月ぶりなんですよゆずのライブも。 ゆずがライブに自体帰ってきてくれたのも1ヶ月ぶりで8人で立てるライブが1ヶ月ぶりっていうことでもうすごいねあのもう本当にもう大満足して帰っていただけるんじゃないかなって思ってますのでもう楽しみに明日はワクワクしてきていただければと思いますゆきらもうすごいなんか肝座ってそうとか すごいなんだろうしっかりしてるとかさ結構ね言っていただけることいいんだけどこう見えて結構緊張しいでしてもう手汗すごいとかもうそういうタイプなんですけど前日までが本当に一番緊張しちゃうタイプだから当日はいい緊張感で皆さんの顔見たらすごい多分安心してライブができるんじゃないかなって思ってるので皆さんの顔をね見せに来てくださいよろしくお願いします。しょうさんお疲れ様ですありがとう嬉しい はじめましてかな、ビギナーさんだったら。はじめまして、ジュエルネイジのユッキーでいます。ぜひ仲良くしてください。よろしくお願いします。ユズ成人以来、そうだ、ユズ成人おめでとうの日でもあるしね。全員万全だとね、さらにね、そうなんですよ。もう、みんな揃って嬉しい。ユッキーや、スキャーありがとう、ヒデくん。ありがとう。楽しみにしててね。 バースデー牛丼は出てこないです <laughs>。ケーキにしてよそこは。ニキビ治,治らなくても雪菜は雪なやからってありがとう。そうニキビがあろうとなかろうと雪菜は雪なということでポジティブに考えてね明日迎えられたらと思います。内心明日までにもうちょっと良くなれとかすっごい思ってるんだけど <laughs> 思ってるはいるんだけど、まあ、そこは気にせずねみんなで楽しんでいけたらなと思ってます。 雪らしいからいいんんんじゃんねなんかこういう大切な時とか雪キよくねあの卒業アルバムとか、まあ、ちょっと話変わってくるかもしれんけど卒業アルバムとかで写真を撮りますってなった時にもうなんかわからないけど絡まっちゃって前髪毎回オンマヨにしちゃって全部の卒業アルバムオンマヨだしその卒業アルバムの写真撮るよとか卒業式だよっていうその成人式だよとかそういう時の前に限ってなぜかニキビできたりとかしてちょっと。 の悪い女みたいな感じなんですけど、まあ、それも雪菜らしいということで BeYourself ーーですから自分らしく皆さん行きましょうチキはマスクでした <laughs> 確かに <laughs> 藤高さんお誕生日おめでとうありがとう久しぶりですねうれしいありがとう眠の子さんこんばんはこんばんはありがとう雪の子さんゆっきーすきありがとううれしいありがとうございます 22歳ラスト配信ということでこのあと22時半からはラストチキチャーを行いますのでぜひもうね成立開始してますので遊びに来ていただけたらと思います8人そあっ,に揃ってできてよかったです緊張を楽しさに変えて頑張っていきますえや、ー、けにこそクマさんアイラブユ u ありがとう犬もめっちゃ嬉しいなんだこれあの雪の中を走っているぞ あとととさんあありりががううえかわい,いめっちゃありがとう嬉しい明日あのひ、ー、またぎ配信は本日はしないんですけども明日生誕祭でファンの皆さんに23歳の私をは初めて見ていただいて夜に配信できたらなと思っているので少し遅くなってしまうかもしれないんですが待っていてくださると嬉しいですよろしくお願いします。 出てきた瞬間泣いてたらごめん <laughs> それはやめて <laughs> やめてやめて泣かないでステージ直視できんええ直視して直視してみんなゆきナを見てかばえる T シャツ着る準備できてますありがとうみんなきっとメンバーがかばえる T シャツ着てる姿見たらきっとね自然に笑顔になれると思うので楽しみにしていますちゃんこ好きで明日会える好きだよユきなも好きだから明日会えるよね <laughs> 待ってるね お顔強いなありがとう嬉しい好きな耳も出てますし横顔も好きって言ってくれて嬉しかったニキビパッチ本当おすすめしたいわえしたんだけどねなんか治らなかった <laughs> なんかしぶといこの子わあレいしゅう量もありがとう明日は配信で見るよってありがとう藤高さん楽しみにしててくださいね ゆきキ22最後なので去年の生誕手術着て寝ますえありがとう優しいあのグレーの T シャツ着てくださいヤけイこぞバースデーのケーキありがとうあとゴメちゃんあの猫、ね、ちゃんありがとうザキシュンこんばんは明日会えるの楽しみにしてます <laughs> 結婚してってありがとうヤきイこゾ嬉しい明日おそらく配信見れないあららら リアできなくてもねアーカイブ残るのでぜひ見てくださいちゃんとチケット忘れず持ってくぞそれは忘れずに持ってってねひろむゆきしかかたんありがとう会えないですねって何でですか会いに来てくださいよちゃんこちゃん楽しみにしてたのに23歳のゆきは初見になるよなそうですよ初見ですよ うらちゃんこんばんはありがとうあ練習ししますありがとう押してくれさすがにもうカバーリり T シャツは実物ああ見てない現物まだ明日楽しみ行しなの明日行きますってうらちゃんありがとう楽しみにしてますあと数時間で誕生日おめでとうございますありがとう嬉しいこの1週間でこんな縁できたけど今日の音歌あよかったね <laughs> それは嬉しいね楽しみだよあボニネさんありがとう配信買ってくれたかなありがとうサイリウム黄色準備 OK ありがとうございます是非明日は黄色のサイリウムを持って東京キネマクラブで一緒に楽しんでいただきたいと思いますそして本日の先ほどね夜に公式 Twitter から発表あったんですけど明日は配信ライブもありますので是非ねあの配信でも楽しんでいただけたらなと思います あのユニットの方でねジッパーとかカバーさせていただくんですけどそちらの音源は多分使えないのであの無音になってしまうとこもあるんですけど映像で楽しんでいただけたらなと思ってます是非是非配信チケット舞台裏映像をプレゼントしようと思ってるんですけど明日のまあネタバレになるのであまり言わないですけどその皆さんの目で見れない部分が 配信とかでも見れない部分がその配信チケット買っていただいたら見れるのでぜひ豚 <laughs> 裏映像もゲットしていただけると嬉しいです配信買ったそう豚裏つきますぜひあのその配信を買った方にしか渡らない映像もあると思うので楽しみにしていてください配信あるのやったんでそうなんですありますよさすがに行けませんが配信で楽しみます ぜぜひぜひありがとうございます。あのソロの企画も参加してくれてありがとうみつきらんさん。瀬とり次第やなどうでしょう。イ <laughs> ンスタでのライブクソほど楽しかったからまたインスタでライブしてくれるだな多分 <laughs> ありがとう。インスタ楽しかったね。しかも30分っていうジュエル終わりもめっちゃ楽しかったです。ありがとう。めっちゃさ飛んでてさ。 もう飛びすぎだよって思ったさ <laughs> イルームありがとうごぞ未来への絵がまだ完成していない配信楽しみにしてますあ、えー、また描いてくれてるの楽しみにしてます私も配信ぜひ皆さんゲットしてください生体遺でチェキ取れるのも楽しみ嬉しいありがとうございますそうあのー、今回くだファン クラウドファンディングで A ライブ配信で皆さんの協力のおかげで人生で初めて生誕衣装を頂けてで私7年半くらいアイドルをやらせていただいてるんですけど前のグループでも2月生まれの子がいたりとかであの単独で生誕祭をやらせていただくのが今回が本当に初めてですごいあのしかも誕生日当日に。 東京キネマクラブって単独でやらせていただけるって本当にすごいことだなって思っててこうやって皆さんが来てくれたり配信買ってくれたりとかしてくれるおかげなので本当にありがとうございます明日はねあのー、そんな初めて尽くしのライブなんですけど生体衣装もすっごくかわいい生体衣装をいただけてすごい今から着れるのがドキドキでみんなの前に行くのも楽しみだし。 すごいワます。そしてそのクラファンに参加してくださった方の中であの写メ券 B プランっていう2200円のものかなをあの投げてくださった方には写メ券私にしか使えないですけど写メ券生体衣装で取れるものと。 あと5,500円の投げてくださった方はその社名券にプラスして私が、えー、お手紙を <laughs> 書かせていただいたのでメッセージカードを書かせていただいたのでぜひ会場でに来てくださる方は会場で受け取っていただければと思いますそして今回はね、あのー、盛りだくさんなんですけど本当に <laughs> あのソロ企画というものをねやらせていただいててソロ曲はどう売れだっていう企画なんですけど まあ4択の中で2曲選んでいただいても引用リツイートしてくださってると思うんですけどその引用リツイートをしてくださってる中であた2曲とも当たってる方にリップ編を明日中にできるかはちょっと保証はできないですけど頑張って明日中にはお返しできたらなと思ってます。そしてあのー 2曲とも当たってる方の中でさらに会場に来てくださった方はその自分の引用にツいッした画面をスタッフさんに見せていただくと私から手作りのプレゼントを <laughs> ちょっとしたものなんですけどお渡ししようと思っているので是非そちらもライブ終わりにソロ曲当たってたって方は是非会場で受け取っていただけると嬉しいです。 引用リツイートで参加してくれた方はリプ編を待っていていただけると嬉しいですよろしくお願いしますそれか語るれたなねな何でしょう <laughs> こんばんはハガッチありがとう A ライブログインできるようにしとかないと A ライブ、A、ライブはもうやらないから大丈夫よ A 大賞はカバエルの着ぐるみじゃない <laughs> カバエルの着ぐるみだったらやばいね <laughs> 手紙あったよねさらに楽しみ楽しみにしててねちょっと後半に書いた方は字がもう震えすぎてあのめっちゃ字読みづらくなってたら申し訳ない私の気持ちはちもう100%こもってるので受け取ってもらえると嬉しいですまーくんこんばんはありがとうクラファンね受け取ってね <laughs> 忘れんようにしなきゃあそういうことか A ライブログインできるようにしとかないとって あれか自分が「それです」って言う何かアカウントちゃんと見せれるようにってことねよろしくお願いします明日しか使えないんだねだからそうなんですそうなんです会場で受け取った方は明日しか使えないのでシャメとチェキも足りに来てくれると嬉しいなと思ってます誕生日当日はすごい潜り合わせそうなんですそうなんですよお宅はきれいな街ってなりすぎてるけどそれは楽しみんなそうなんです 初なすべてが初なの <laughs> 楽しみにしててね可愛い感じがいいなどうでしょう <laughs> ショートパンツかもよロングスカートかも王道のスカートかも分かりません <laughs> 楽しみにしててねあロエビさんゆきしかかっありがとうございますこんばんは22歳ラスト配信来てくれてありがとう明日是非皆さん東京記念むクラブでお待ちしてます 待ってますそれ言わんでごめんなさい星の中身を当てるゲームしてたゆき字が上手いからな本当嬉しい後半組がいいな後半後半組がいいなんで字汚い方がいいな <laughs> 手震えながら読む、ぜひ読んでくださいタグツイートしてない今からタグだけつけてもいい あいいよいいよつけときつけときにしゃい生体あ間違ったこれだリプレイそんなに下がなくても大丈夫ですよありがとうございます <laughs> 急がずねでもさ丸二番丸4番と丸二番丸3番の組み合わせがめっちゃ多くてびっくり <laughs> <laughs> 俺らの誕生日れ、ね、すごいよねそれ本当にびっくりツイートしか見てなかったありがとうね <laughs> 全然全然二 <laughs> 人一人手紙を書いたんだそうなんですお手紙書いたのでぜひ受け取ってくださいよろしくお願いしますユッキースッキーありがとうメイちゃんこんばんは <laughs> メイさん来たメイちゃん 明日のあの曲楽しみだね一緒に頑張ろうね <laughs> この間キネマの「レセンカイル」登った歌いながら仕事見ながられるとあれは怖いねねあ歌いながらステージ立ってたのすごいねあれ怖いよねやっぱり確認しておりないとメ <laughs> イってメイちゃんありがとう来てくれて22歳ラスト チャンミオモムあちゃんみおちゃんはね基本的になんか見てくれてるイメージ <laughs> 楽しみだねめいちゃんちゃんみおも楽しみよねぜひめいちゃん先にでは23歳にならせていただきます先に大人の階段一段上がらせていただきますイケメイ最高なんだよね <laughs> 本当嬉しいイケメイの絆は楽しみですね 歌う歌い湯登っただけあそうなんだ。すごいね。螺旋階段の上登るの？<laughs> 楽しみですってね。楽しみだね。みおあの曲だよ。あの曲うしししし <laughs> ちなみになんかゆきながあの目を通せてない方は申し訳ないんですけど、多分雪の全部目を通したんですよ。 あのアイドルメールとかリプとかでいただいたこの子この曲この子この曲みたいな予想とか多分いただいてるんですけど、全部見た中で正解はいなかった気がするから <laughs> めっちゃ楽しみにしててほしいです。二十三歳です。何二十三歳ダメなの？大人になりました。なります。大人の階段百段先くらいでます <laughs>。 100何歳みたいになんで今から当てに行くわおメール送ってください皆さんツイッターでもいいのでぜひぜひハードチャレンジ終わった <laughs> サルちゃん <laughs> でもちょっと惜しかったかもしれないね惜しい人もいたよでも全部当たってるみたいな人いなかった気がするかな え、この子がこの曲ってなってくれると嬉しいかなって思いますめいちゃんの,生のもチキ集まってますお、待っててくれてる楽しみにしてましょう皆さんでケンちゃんユキこんばんはありがとう全部にユキは出るんだよねさあそ,それもわかんないよ <laughs> ユキのプロデュースのユニットかもしれないしどうでしょう 今から再チャレンジしに行こう、えー、いやダメだよもうスタバチャレンジはないしねいきなことは何でも分かるのでお何でも分かってくれるのであれば <laughs> 当たるかな <laughs> みんなそんな感じでねユニットのメンバーも楽しみに待っていてくださると嬉しいですソロ曲も何を歌うのかとかどんな演出なのかとかどんな最後の最後はどんな感じで終わるのかとか何かいろいろ楽しみにしていただけたらと思います します今回は自分らしさということで私は昔から全力パフォーマンスが大好きで歌もダンスもすごい私昔本当に下手くそだったんですよ <laughs> 本当に歌もダンスも全然できない子だったんですけどゆずが今日ね動画で言ってくれててその。 いきなが入ってきた時にゆず言ってくれてたんだけどもともと歌とかアイドルに必要な何て言うんだろう歌、まあ、顔の可愛さとかももちろんだと思うんですけど私の中ではまあ歌とかダンスとかパフォーマンス面がすごくね MC だったりってすごい大切なものだなと思っていて、まあ、そういうアークジュエルって事務所はそういうものを大切にしている事務所だなっていうのを が思ったので私もアークジュエルを受けたいと思って受けたっていうところがあってそれであのパフォーマンスってものを大切にしているっていうところでゆずがすごいもともとそういうところを持ってるのに努力家でそうやって努力してる姿を見てっていう風になんか言ってくれててすごいなんかそばにい,るいてくれる人がそういう風に思ってくれるってすごい嬉しいなって思いました。 なので私はね昔からその歌とかダンスとかすごい手を抜くっていうのはすごく嫌いであのもう本当に全力でやることやってそれを皆さんにお届けするそれを見てすごいパワーをもらってもらえたりとか元気になったとかそういう言葉をいただけることってすごく幸せなのでもう私たちの全エネルギーを皆さんに届ける勢いで明日は頑張りたいと思ってますので。 応援していただけると嬉しいですよろしくお願いしますマサルンさんユキ好きありがとうお猿さんだお猿さんだ。ありがとう初見さん嬉しい今日のレイブで気になったので来てみましたわ嬉しいありがとう見てくれてたレス送ったかなじゃあユキナ <laughs> ユキのなくと目で追ってくれてる人には絶対にレスしてると思うので <laughs> またライブ遊びに来てくださいねぜひ 今日で22歳が終わりで明日23歳になるので生誕ライブは明日の、ね、27時半からあるのでぜひぜひまたライブ遊びに来てください嬉しい来てくれてそうやって言ってもらえて嬉しいわユッキーの衣装どんなのどんなのでしょう <laughs> 全部ね秘密まだ内緒です リプ編の対象ツイイートはライブ後明日ならいつでもあっみんながその回答してくれたツイートにリプ編をしますので改めてこれをツイートしてくださいっていうものはないです大丈夫です全力で受け止めたいと思いますありがとう小僧もパチパチありがとう頑張り屋さいや景そういうとこ好きでありがとう明日ほんと楽しみ嬉しい 寝持ちしないで今すぐフなさい <laughs> ということで本日はここまでになりますこの後チェキちゃん22時半からすぐ始めるので是非22歳ラストユッキーを収めに来てくださいよろしくお願いします20歳過ぎて表現力をしっかり伸ばせるあたりがうちの事務所の強み確かに表現力豊かな方多いですもんね私もなんかそうやってなれるように頑張ります ということで、明日は皆さん東京キネマクラブに集合してくださいね。よろしくお願いします。では、十三位から発表しておしまいにしたいと思います。それでは、十三位。くにさん。十二位藤高さん。十一位、一、三。あ、間違った、間違った。十三位がくにさん。十二位が藤高さん。十一位逗子。十位が一、ん 9位があずまや8位ひろ君、ん7位レイシー6位ゆえさん5位がレイジー4位がさるちゃん <laughs> 3位がたくん2位がごめちゃんそして1位焼き肉こぞありがとうございましたお疲れ様です当日に生誕ライブです楽しみましょう皆さん <laughs> それではこの後チキチャで待ってます バイバーイ、みんな。また明日ね。あ、この後十二時に。ツイートしようと思うので。そのツイート拡散だったり、いいねをしていただけると嬉しいです。コメントも待ってます。よろしくお願いします。おやすみなさーい。よいしょ。 おやすみー。お疲れ様でした。ありがとう。まさルまた会おうね。ライブでも待ってるね。バイバーイ。